TOG2023-2024 シーズン、キャロットクラブの注目場を紹介していきたいと思います。キャロットクラブは、ここにもクラシックに多数の有力場を送り出しており、今年もサツキ賞2着のタスティエラをはじめとして、アーバ賞を勝ち、ダービーに駒を進めたスキルビングなど、大レースでの活躍が目立ちます。一動目はアルセナールです。アルセナールは、父エピファネーヤ、 母、サンブルエミューズの品馬です。旧社は木村旧社で、生産は農ンファームです。姉にナミュールとラベルがおり、2年連続で活躍馬を生んでいることから、サンブルエミューズの繁殖品馬としての能力の高さが伺えます。本馬の姉たちは馬体重が軽く、バラない印象でしたが、アルセナールは3月時点で455キロと姉たちと比較してやや大きいように感じます。 2頭としては、アンデー・サイレンスの 4×3、テイル・トゥー・リーズンの 5×5 というところで、f フォリアに似た構成になっていると感じます。f フォリアもクラシックで活躍したキャロットの馬であるだけに、この馬も同様の活躍ができるのではないかと期待してしまいます。2頭目は、インクルージョンです。インクルージョンは、父、ハーツ・クライ、母、インクルード・ベティの子馬です。勇者は、 堀者で、で生産はノーーザンファームです。本場は誕生日が1月23日と早めなところが魅力的であり、成長に関しては他の馬に対してアドバンテージがあるため、早い時期から活躍することができるのではないかと考えています。屋上での評価では、現時点での動きもいいが、さらに伸びる余地を残しているとのことで、 ハーツクライサンクらしい成長力が期待できるのではないかと思われます。また、東京コースが愛想とのコメントもあり、ホンダービーなどクラシックにおける大エースでの活躍が期待できると思います。ファーベントです。ファーベントは、ハーツクライ、母、トータルヒートのボバです。勇者は藤原旧者で、生産は車体コーポレーション、白追いファームです。馬体重は、 2月時点で499キロと100キロに迫る大型馬です。母トータルヒートの兄弟は3分の2が勝ち上がっており、アーベントに関しても勝ち上がりは期待できるのではないでしょうか。すに北海道を出てノーザンファーム店営に移動しているとの情報もあり、早い時期からデビューすることで長期的な活躍が期待できると思います。4投目は ポルレオニスです。ポルレオニスは父、レイデオロ、母、ヒストリックスターのボバです。誕生日が1月13日であるという点や、既に入厩していることから仕上がりが早いことが予想され、早期デビューに期待できると思います。父がダービー馬であるという点や、兄のライリッツが東京芝2400で勝利を収めているなど、この馬もダービーでの活躍が期待できるのではないでしょうか。